オバマ大統領が広島を訪問するのを前に、韓国の被爆者らが26日、韓国人の慰霊碑にも献花するよう求めて集会を行いました。今、韓国の原爆被害者らがオバマ大統領に謝罪をと訴えています。被害者らは今日午後広島へと向かいます。韓国人の被爆者らは26日ソウルにあるアメリカ大使館の前で集会を行い、広島の平和公園にある韓国人の原爆慰霊碑にもオバマ大統領が献花するよう求めるとともに、アメリカ政府による謝罪と賠償を訴えました。韓国人の被爆者らおよそ10人はこの集会の後、オバマ大統領の広島訪問に合わせて広島に向かいました。そして27日に平和公園でも集会を行い、その後オバマ大統領に書簡を届けたいとしています。